リコーペガサスはアメリカ合衆国で生まれ日本で調教された競争馬である短距離戦での追い込みを特徴とし追い込んで届かないレースも多く重賞価値はギー2勝にとどまったが GI レースでも2着に3回入選している現役時代における我レは当時の表記で統一する3歳となった1993年11月6日に京都競馬場の新馬戦で 上村博之が騎乗しデビュー。二着トロナラッキーに9馬審査をつけて圧勝。続く、サザンカ賞でも後のダートを、ライブリマウントに5馬審査をつけて連勝した。4歳となった1994年初戦で、京成敗に的場人志が騎乗し出走。芝初挑戦で、8等立ての3番人気と音評価はそれほど高くなかったが、圧倒的一番人気であった阪神3歳。 金馬ステークス勝ちの菱アマゾンに2馬審査をつけて勝ち、デビュー3連勝を収めた。この年菱アマゾンに土をつけたのは、ホンガと有馬記念のナリタブライアンの2頭のみであった。その後骨折で休養し、復帰初戦となったニュージーランドトロフィーは菱アマゾンの3着に終わって、初の敗北を喫し、続く中日スポーツ賞4歳ステークスでは、単勝1.2倍の指示に応えられず、 稲妻高尾の2着に敗れた。小場相手となって、スワンステークス、マイルチャンピオンシップは7着、5着に終わったが、スプリンターズステークスでは、桜爆心王が1分7秒1の当時としては、破格のレコードで勝つ中、追い込んで2着に検討した。しかし、1995年年明けに、再び骨折。5歳春は参戦し、立冬ステークス7着、安田記念4着、 阪急杯は一番人気で12着と大敗に終わった。放牧を経て、秋になって、竹豊が騎乗し、初戦のセントールステークスで1年9ヶ月ぶりの勝利を収めた。この勝利で、マイルチャンピオンシップでは一番人気に支持されるが、トロットサンナーの4着に敗れる。スプリンターズステークスでは、横山のりが初騎乗で菱明けぼのの2着に入選し、2年連続2着となった。 六歳春は、ダービー強チャレンジトロフィーで復帰し三着となり、短距離の GI に昇格した高松宮杯に出走。集団から足を伸ばすも、早めに先頭に立った、フラーパークに届かず、三度二着に終わる。安田記念は、直線やや前が狭くなる不利もあり、五着に終わった。秋には、スワンステークスで指導し二着。二番人気のマイルチャンピオンシップは、 ジェニューンの9着と惨敗。GI 制覇の悲願達成を期したスプリンターズステークスでは4コーナー手前で致命的な不利があり7着に敗れる。7最初戦には JRA 初のダート GI に昇格したフェブラリーステークスで3年ぶりにダートに出走も4着。シルクロードステークスでは日本レコードでかけたエーシンバーリンの2着に入り。 高松の宮杯では2番人気に支持されたが10着。以後は誤選して着順掲示板に乗ることはなく、8歳の安田記念を最後に引退。1995年のセントールステークス以降は、勝ち星を挙げられないままでの引退となった。最大でも442キロの小柄な馬体で、同レースに出走したことのある1歳下の大型が必死明けぼとは100キログラム以上の差があった。引退後は、 種ボバとなり、両欠と潜在能力を期待されて、当初はそこそこの人気を集めたが、目立ったン区はいない。2001年に腰の骨折のため1年間種付けを休養するアクシデントに見舞われたこともあって、以後ほとんどン区は送り出せなかった。2006年に種ボバを引退、功労馬管理施設ローリング X クラブにつなぎようされていたが、2019年6月に、 排血症により死亡した。ありがとうございます。